ターリンさんのアマガエル全5種で、今回当たったのがピンクなんだけど、思ったより大きかったんだよねこれ。目が金色でね、なんかすげえご利益がありそうですけど、結構作りとしても細かくて、この足の感じとかすごいよね。わ、足がリアルだなこれ。カエル肉みたいなのでよく見る形してるけど、なんでこれやってきたかって、これちょっと面白いギミックがあって、なんとね、こういうポンチョが付属するんだよねこれすごいよね。ビニールのポンチョなんだけど、ここがね多分テープになってると。でこれ外して巻いてあげると、こんな感じでポンチョ着せれるっていう、すごいな。これね、テープちょっと外れやすいんだけど、でもなんか可愛いねただまあカエルの中にも気づいた子たちがいるんだろうね。ちょっと雨濡れたくないなみたいな自分ちょっと雨苦手だなみたいな、こうやって文明取り入れてってね、えらいねこっち向きに置いてるとビニールテープクシャクシャってしたように見えるから捨てられないように気をつけないといけないね。